柳橋連合市場は、福岡県福岡市中央区春基地にある市場。博多の台所とも呼ばれる。中川に架か,かる柳橋の田元に位置する。住吉通りに面する。全長100メートルほどのアーケード付き通路を挟んで、鮮魚店をはじめとしたおよそ50軒の小売店が並ぶ。名称に、市場とあるが、卸売市場ではなく小売店の集合体であり、対面販売を行う。 北九州市小倉北区の単価市場と並び称される。設立は1918年7月。現在の博多区大浜にあった、魚市場で仕入れた鮮魚を商った、名市場が活況を停止し、他の店舗も隣接して出店して、商店街を形成。戦時中は低迷するも、終戦後は闇市も立ち急速に勢いを取り戻した。その後に、各店舗を取りまとめて、 柳橋連合と称するようになり、1992年8月に任意組合の柳橋連合市場共同組合を設立する。共同組合整合院店は共同で取扱い商品の全国宅配を行っている。一般消費者のみならず、料亭、料理店、屋台などの料理人も買い付けに訪れる。客のおよそ7割が料理人等だとされる。また近年は、 観光客が訪れるようにもなった。グルメ、旅番組でしばしば紹介される。なお、連合市場内の店舗は100円ショップなどごく一部の店を除きほとんどの店が日曜、祝日提供としている。生組合員店舗数47店舗。以下の数字は2007年8月時点。特売が行われ、特設ステージでイベントも開催される。 春の荒鍋も安価で提供される。その他、近隣の小中学校から職場体験を受け入れている。ありがとうございます。